早いなこれさ。お、覗いてるね、さっきのやつが。証拠りもなく。また壊しちゃうぞ。ここか。ここで、この大きなノッポの古時計にネジを差し込む。時計に手が届かない？お、じゃあ椅子でいいじゃん。椅子を使おう。椅子押せない？押せる？お、いいね。オッケーオッケー。快適だな、2倍速。じゃあ、ここに王様のネジをはめます。オッケー。これで音鳴ったことになんない？ 4 つの部屋で音を鳴らした。オッケー、よっしゃー、じゃあ行こうぜ。早速、次の、おっと、待って待って待って、セーブセーブセーブ、セーブは大事だよ。どうせまたさ、お、待って待って待って、今なんかいたな。早すぎて何も見えなかったけど、大丈夫だったのか？オッケー、来たってことでいいのかな？次のステージに。ステンドグラスだ。この女神像みたいなのはなんか関係するのかな？女装じゃねえや。女性の像がすり泣いている。それ俺だな。話しかける。私の指輪どこにもないの？指輪ないのか。指輪ってなくすよね、よく。指輪なくなっちゃうことあるよね。じゃあ、まあ、探すよ。あ、見つけたら言うわ。ない、開かない。やっぱあれだね。出てくるまでダメなんだね。この亀裂気になるね、この壁の。うわー、いったー。予想通り。行ってみようか。おー、秘密の部屋だ。魔女の日記、読んでみましょう。病気は嫌、お外に出られないから。まあ嫌だよね。誰も愛してくれないから嫌だよね。俺もインフルエンザになった時とかね、ああ、これ誰にも愛されてないなって思うことあるもん。机の上にバラの花が飾られている。ほんほんほん。明かりはつかない。もう何にもないね。ごめん、指輪はなかったわ。あとどこだ？ステンドグラス。指輪どこだろうね。持ち物も手紙しかないんだよ。ごめんな。どうしよう。鍵かかってるし、この部屋にはないのかな、そうなると。そんな簡単に諦めちゃっていいのか？全マスを捨てた方がいいんじゃないのか？指輪。お、なに今の音。どういうこと？やっぱ戻った方がいいのか？おお、なんか壊れてる。なんか壊れてるぞ。青黒く染まった花瓶がある。さっきの演奏会は終わっちゃったのか？暖炉がある。覗いてみたいけど、やばいんじゃない？覗いてみる？お、よく見ると床に穴があり鉄はしごがかかってる。行ってみるか。行って救してみるか。さすがにこれで死ぬってことはないでしょ。オッケーオッケーオッケー。おあ、おお、なんだよ。もう脅かすな。あ、これさっき、あ、最初いたとこじゃん。そうだよね。毒見したところだもんね。あ、ここに繋がってたんだ。なるほどね。あ、登れるんだ。じゃあ、こっちに矢印がついてるので、扉を開けましょう。指輪がどっか落ちてんじゃない？なんかグツグツ。鍋に火がかかってる。ちょっと止めとこうか。危ないしね。お、え、なんで？開けてよ。開けてくれんのか。なにこれ。なんか光ってるぞ。これ指輪じゃない？肋骨の間に箸。箸か。金の箸。あ、まあ、金なら指輪として見てくんないかな。ちょっと細長い指輪ね。うふふみたいな。ダメだな。とりあえず、まあ、箸でなんかするのかな。そうなると。セーブポイントがないのが落ち着かないね。熱い鍋がある。蓋を開ける？熱いからやばいんじゃない？見る。金属製の鍋だ。随分使い込まれている。こういう時はさ、箸で鍋の中を探ろう。蓋が開いてない。蓋開けようか、じゃあ。お、付近で。頭いいぞ。そう、手で掴むとね、皮膚がベロベロになっちゃうので、金の箸で鍋の中を探りましょう。指輪出てくるんじゃない？これで。豚の指輪。女神怒るよ、さすがに。指輪落ちてたよ。豚の、お、なんか覗いてる。まあいいや。豚の指輪だよって言って渡したらブチ切れるんだろうな。びっくりした。よし、じゃあ。開かない？え、なんで？使ったものは元の場所に。あー、なるほど。箸戻せってことね。了解です。そうだよね。こいつも多分何かに使うんでしょう。金の箸を戻します。どこに？え？え、どこだっけ？肋骨だった気がするぞ。鎖骨じゃなかった気がする。肋骨かな？オッケー。これで満足だろう。おお、そうか。ここに、あ、
ここあったね、そういえば本棚。どいてたんだ、さっきまで。よし、じゃあ戻ろう。じゃあ豚の指輪を豚にあげよう。誰かが階段降りてくる。え ?5?4? ちょっと待って待って、タイムリミット待って、タイムリミット、ちょっと待って、近いよ。タイムリミットきついぞ。ちょっと待って待って、どこまで戻った俺。お、待って待って。オッケーオッケー。あー、できたのこいつかな、こいつらかな、この骨たちか。で、豚の指輪ゲットしたから、これセーブできないのつらいな。戻るぞ、戻るぞ。一気に暖炉戻るぞ。頼む、頼む。ちょ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 、マジマジマジ、あ、ちょちょちょ、もうこれむずいな。ここからだぞ、タイムアタックは。左に髄って感じか。左に髄、左に髄だな。行くぞ、ちょっと待て、ここ開くのか。ちょっと、いけいけいけ、あ、くそ、暖炉じゃないのか、もしかして。で、豚の指輪ゲットする。あれだよね、豚の指輪ゲットしたらもう逃げればいいんだよね。あれ、ん、ちょっと待って、え、何が起きてんの、固まってない、ちょっと、やだやだやだ、固まってない、固まってる、ちょっと待って、やだ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 、これ知らないデータとか消しちゃったらすごいやだ。え、データ消すぐらいだったら消す。よし、戻ってきたぞ。ちょ、固まっちゃうの非常に怖いな。はい、というわけで、戻ってきました。暖炉じゃなくて、いや、でも矢印書いてあんだよな。どうしよっかな。オッケーオッケーオッケー、逃げるぞ逃げるぞ逃げるぞ。こっちは、こっちは、あ、出れないんだ。やばいやばいやばい、超早い超早いんだよ。行くぞ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ここ穴開くの、ここ予想外。行け行け行け、なんで、お、行けた行けた行けた、やった脱出。おーし、おーし、セーブだ、セーブ。セーブするしかねえ、これは。何回やり直したかな。今何秒、あ、1分6か。まあまあまあ、まだいいでしょう。この後、上に行けばいいのかな。指輪を、こいつにあげればいいんだ。私の指輪、いいの、豚の指輪で。怒んない、まあ、いっか。コロスケのさ、豚ゴリラもそうだったけどさ。お、これは、ありがとう。おい、よかった、喜んでくれて。コロスケのさ、豚ゴリラっているじゃん。あいつ、俺初めてキテレツ大百科見たときに、コロスケが、豚ゴリラバカなりな、何バカだとって言って怒ってたの。豚ゴリラってびっくりした。何呼ばれるのはいいんだって。大丈夫か、大丈夫か。よし、行こう。これ初見殺しやだな。すごい、すごい怖い。おお、嘘。びっくりした。よかったー。セーブ、あ、大丈夫か。セーブしないと、セーブ、猫がいないし。これなんだ、この部屋は。カラフルだな。人形を持つ。ここには置けない。あー、なるほどね。置き換えね。これ多分あれだな。なんかのヒントを見ないと分かんないやつだな。鍵がかかってる。え、ノーヒント？あ、直感でってことか。あー、これ簡単じゃない？あ、わかったわかったわかった。これは、青は青に置けってことだ。そういうことだよね。多分。人形を置く。で、紫は存在しないので、まずは、緑のところに置こう。で、次は赤いやつを、赤に置こう。で、次は青っぽいのを青に置く。で、これ完璧じゃない？紫はどうするんだろうね。紫式部は多分どっかで取ってくるんだろうな。よし、開いた。行こう。ちょっと待ってね。なんか後ろ、誰もいないよな。すごいなんか気配を感じた。すげえ怖えな。はい、じゃあ行きまーす。え？エンディング？エンディング臭い。エンディング臭いぞ、草だけに。猫もいるし。お前飲んだのかこれ。飲みかけのジンジャーティー。おしゃれなもん飲んでるな。セーブかな？いや、ここが最上階みたいだよ。終わりっぽいぞ。もう終わりが近い。この先に進めないのか。気味の悪い緑色の植物が道を塞いでいる。君悪くないけどな。結構綺麗だと思うけど。白い花。
ごきげんよう。喋るんだね。じゃあこの木もウィスピーウッズみたいな。おお、喋る。何か用かね。うん、わしはお前さんなどに用はないわ。静かにしとくれ。あ、じゃあ首振ってみようか。そうだな、お前さん、時を刻むもんには触っちゃいかんよ。ほう、時計には触れなってことかな。わかった。で、なんか時を刻む音が聞こえるな。触れなと言われると触りたくなるよね。死ぬかな。いや、あえて禁忌を犯してみるっていうのも手かもしんね。しまっていこう。オッケー。時を刻むものには触っちゃいけないんだよね。こいつらはなんだ。花が座ってるぞ。あの子さえいなけりゃ私たちがここいらで一番美しいのにねえ。わ、女子会ってやつだな。まああるよな、こういう会は。多分男子でも女子でもあるんだろうな。本当にイライラするってないわねえ。誰かあの子を罰してくださらないかしら。そうすれば、そうね、私たちの頭にできる粉を少しばかり。花粉だろ、俺花粉症だから。やだよ、いらないよ。あら、あなたずいぶん太い腕が生えてるのね。おほほ、あ、見下してるな。いいじゃんか、たくましくてな。増加のバラ。あ、こいつは喋んないんだ。机の下を覗く。なんかあんのか。頭蓋骨拾おうか。ラッキー。え、なんで赤いの。下は、下はどうなの。真っ暗で何も見えない。なるほど、フラッシュが必要だな。なんか書いてあんね。ちょっと待って、壁になんかある。花を罰せばお前も死ぬ。あー、じゃあ花を、花になんかしちゃいけないのね。これなんだ。饒舌の花たち、あ、饒舌の花たちという本がある。噛んじゃった。読む。彼女たちは美しく、そしておしゃべりである。彼女たちの特徴をここに記す。白い花はこの庭の花の中で一番美しい。雨に当たると不思議なことに花びらが光る。赤い花は物知りである。しかし彼女たちは常に嘘をつくので会話の際には注意が必要である。黄色い花は可愛らしいが正確に難がある。あー、なるほど、正確に難ありってやつだな。この花から取れる粉は人を殺しも生かしもする。高級な薬になる。へえ。なるほどね。じゃ、白い花ってあれか、あの庭園の真ん中に生えてたこいつが美しい花か。で、みんな妬んでるんだ、こいつ。あ、あるぞ、殺すって。でもこいつを殺すと俺も死ぬから、ご機嫌ようって言ってこう、ご機嫌伺いをしとこうか。で、ちょっとセーブ。どうしよっかな。あ、上にもあるぞ、道が。ここは何。あー、取れないんだ。牢屋みたいのあるね。ここなんだろう。ここは何もないのか。お、そこの見えない大きな穴。あ、この先に穴があるのか。落ちたら死んじゃうんだろうな。ここには何も落ちてないね。じゃ、右かな。おお、牢屋がある。鍵がかかってる。鉄格子の奥は真っ暗で何も見えない。なんだろうね。薬を、薬をください。金属製の鳥かご。様子を見ようか。何かが力なく羽ばたいてる。開けよう。出してあげよう。硬くて開かない。くそ、俺の握力がな。26キロじゃなければ。鍵がかかってる。中から何者かのうめき声。話しかけてみようか。うえ、ギョッゴ。薬、あんた薬持ってないか。いや、持ってないんだよ。うわっ、汚ね。映るんじゃねえのそれ。映るんです。なんか置いてある。小さな頭蓋骨が椅子の上に置かれている。拾おうか。頭蓋骨だらけなんだけど。頭蓋骨かける2。形のいい。へえ、俺頭の形良くないからな。羨ましいな。セーブしとこ。さて、頭蓋骨はまあいいとして、どうしようかな。鼻の説明を見ようか。赤い草。彼女たちは常に嘘をつくので会話の際には注意。常に嘘なんだ。3つの方法の中には1つも正しい殺し方はない。なるほど。正しい殺し方はない。ということは、これは嘘なんだ。どれか1つは正しい。それは間違いない。続いて。少なくとも1つは正しい殺し方。これも嘘なんだ。なるほど。で、引き抜く方法も倒る方法もどちらも正しい殺し方。ということは、あ、オッケーオッケー、整理できた。この3つの方法のうち、こいつが嘘を言ってるっていうことは両方正しくないってことだもんね。引きちぎる方法と引き抜く方法のうちどちらも正しくないってことは、残る赤い倒るっていう方法が正しいんじゃない。
だってこれ引き抜く方法も倒る方法もどちらも正しい殺し方って言ってるってことは、こいつは引き抜く方法は本当は正しくないから嘘ついてんだもんね。合ってるよな。一つも正しい殺し方がない、これも嘘だもんね。ああ成立するわ。これねピタリ賞だったらすごい褒めてください。皆さん拍手喝采ということで、倒ればいいんだよね。行くぞ。あ待って待って、セーブする。もう16分も経ってんのか。行くぞ。倒る。合ってるよね。えっ、びっくりした。合ってるってことか。この木はなんかブチ切れてない、大丈夫？ウィスピーウッズみたいにリンゴ落としてこない。あ、喋んなくなっちゃった。さて、聞こえた？あの子の醜い声。聞こえた聞こえた聞こえた。あー、満点大笑いです。え、あ、約束のものね、差し上げてよ。おー。は、はい、白、はい。色の粉を手に入れた。へえ。おお、喜んじゃって。黄色い花は上機嫌におしゃべりしてる。まあこいつらも可愛いもんな。いやでもやっぱね、上のものを蹴落としてねどうこうするっていうのはね、俺はねあんまおすすめしないかな。あいつに薬をあげよう。薬あげます。え、薬。おい、それをよこせ。粉をあげる。うまいぞ。ああ、なんてこった。あれがねえや、あれがねえと、あれがねえと吸えねえじゃねえか。なんで怒ってんだよ。理不尽すぎない？鳥かごが倒れて扉の金具が緩んでる。じゃあ扉開けよう。扉のかご、おお、なんか飛んでった。あいつ追っかければいいのか。ちょっと待って、こいつほんと態度悪いな。いるよな。お、なんだよなんだよ、怖いことが起こるの。吸えるもの、オッケー。ツボ、怖え、ツボ怖いわ。水は頭蓋骨が封印してる。ほう、でも頭蓋骨持ってるもんね。手に入れよう。ん？頭蓋骨が入っていた。え？すごいんだけど、頭蓋骨3つって、堂々量じゃん。行こう。お！何ですか、これは。楽しそうな晩餐会が。頭蓋骨が左を向いて置かれてる。見りゃわかるけど、ここになんか置くのか。そうなると。なんか法則がありそうだね、これ。置くんでしょ、多分。これ、あれじゃないの？みんなに、みんながそれぞれを見るような感じで置けばいいんじゃない？だって、こいつはこいつに見られてるから、まあいいとして。あ、でもこいつだ、誰にも見られてないな。あ、こいつも見られてないな、誰にも。どうしよう。ちょっとまあ感覚で行ってみるか。あ、通れるじゃん。あ、なんで上通れるんじゃん。何この見えない鳥。治水コウモリかな。ちょっとセーブ。頭蓋骨ちょっと先走っちゃったな。先走り骸骨しちゃった。よし、じゃあ行こう。何これ。待って、待って。嫌な予感、嫌な予感。毒素発生中。色のない靴で通ること。うおお、え、死に急いでしまった。どうすればいいんだ。じゃあ何か読もう、何か読もう。とりあえず時間中にドクロ兵士というのがある。お、時間止まってる。チャンス。あるところに兵士がいた。彼の国は滅んだが、彼はそのことに気がつかず、さらには自分が死んだことも気がつかなかった。その兵士は死してもなお見張りを続けていた。城跡の真ん中に立って、正面右左、正面右左と頭を振り続けていた。ということは、あ、シリー。はい。メモ。あなたのお母さんがどなたかわかりません。ち、母じゃねえよ。メモっつったんだよ。メモ。メモの内容はどうしますか？正面右左、正面右左、真ん中に立って。はい、オッケー。正面右左、正面右左、真ん中に立ってというメモを作成しました。他に、他になんかあるか。あ、頭蓋骨持ってく持ってく。ラッキーラッキーラッキー、クッキーもんじゃ焼き。これも他ないよな、他ないよな。空き瓶、あ、持ってく、なんでもいいから持ってく。デロ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 、よし。あぶねー、これ後遺症とか出ないよな。じゃあレポート書いて、もう一回行ってみる。何回か行けばいいんじゃない。てか何も入ってない。
何も入ってない。他ないのか、もしかして。え、だとしたらすごくない？俺ちょうどピンポイントであるところを探してたってこと。さすが持ってるな俺。2倍速なだけはあるぜ。オッケーオッケーオッケー。そうだよね、必要なものないもんね。あれ左真ん中右だっけ。記憶力ないのかな。まあいいや、シリ見返すわ後で。どういう順番なのこれ。ああ、分かったかもしんないぞ。真ん中から正面右左、正面右左って順で来てるってことね。これ右、こいつは左だ。すげえ間違えてんな。正面右左で、こいつは正面。これで完璧じゃない。でレバーを引く。これで水が手に入るんだきっと。やはりね、すごい美しいな。美しい水だったな。清水、清水だったわ。おわわわわわわ、おい、ちょっと本当にびっくりするんだけど。これどうすんの、どうすんの、どうすんの。いや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 、あ、これでいけばいいのか。あ、待て待て待て、むずい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 、超むずい。もう近い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 、四季が近い。よし、いけいけ、頼むから頼むから。あぶねあぶね。おお、すごくない。え、2倍速ですごくない。自画自賛しかできないよ俺。自画自賛して自分を奮い立たせることしかできない俺は今。セーブセーブ。一発クリアすごくない？すごいよね。なんか泳いでんだけど。おたまじゃくし、お父さん死んじゃった。お父さんヘビに食べられ、え、そうなんだ。お前が殺した。え、待って、あ、今すげえ鳥肌立った。あれだ、カエルだ。そういうことか。ちょっと、お茶飲もう。うわー、そういうことか。じゃあ、おたまじゃくしに話しかけちゃいけないんだ。あったっけ？おおお、いるのかよ！もうじゃあ、あっち戻れないじゃん。じゃあ、毒部屋行ってもう一回瓶拾うか。あれ、俺瓶拾わなかったっけ？オッケー、持ってく。水を入れる。さすがに襲ってこないでしょ、何にも。オッケー、来ない来ない来ない。チャンスチャンスチャンス。水持ってきたよ。あんまり気乗りしなかったけど。ええ、なんで持ってきたじゃん。嘘。え、他にも欲しいの。いい加減にしてくれよ。あ、こっちの部屋あんの。わっ、びっくりした。魔女の日記、あ、読もうか。女の子が遊びに来た。金髪の髪を三つ編みにした可愛い女の子。俺のことか。続きとかあんのかな。明かりはつかない。大変申し上げにくいんですが、皆さんに一つ謝らなくてはいけないことがあります。さっきまで僕は魔女の家2倍速でプレイしていたと思っていたんですが、途中から通常倍速になっていたということが発覚しました。まあ、多分ね、途中でソフトが強制終了したタイミングで倍速のソフトも止まってたんだよね。で、本来なら俺が気づくべきだったんだけど、気づかなかったんだよね。ちょっとバカだったみたいです。なのでさっきまで縛りプレイだと思っていたんですが、これは縛りプレイでもなんでもなく、さっきの骸骨一発で避けれてすごいとか言ってたんだけど、あれも普通の速度だったんだよ。だからすごくもなんともないんだけど、思い込み縛りプレイになっていました。というわけでもう速度は2倍速に戻しております。ちょっと途中ルールに反してしまって申し訳ございませんでした。引き続きよろしくお願いします。あと他行けるとこどこだ。持っていく。花の残骸？花の残骸なんか使える？もしかして。花の残骸をあげる？花の残骸吸えるんじゃない？はい。花びらを瓶に入れる。どう？瓶が光り始めた。あ、そういうことか。発光する瓶で暗い部屋行けばいいんだ。よし。おお、明るい。え、これ何？なんか動いてる？勝手に。エレベーターみたいの？違うな。これ煙か。なんか道が分かれてんね。こういうの曲がったら曲がった方向に行きたくなっちゃうんだよね。汚いタンスか。机の下覗く。だいたい机の下覗くといいものはないな。なんか赤くなってんだけど。この後何があるの？すごい道がさ。狭いっていうか、この後逃げゲーのイベントがすごい起こりそうな、なになになんか動いたぞ気がするんだけど、気のせいかな。
ん、これ何の部屋だ。ほこりまみれのタンス、なんもないのか。お、なんか入ってる。おお、パイプだ。よし、戻ろう。これさ、大丈夫？本当やばい気がする。あー、もうやだよ、無理だよ、無理だよ。このさ、狭い空間の中でさ、逃げろはさすがに無理だよ。2倍速だし。早く帰りたい、早く帰りたい、早く帰りたい。あれ、こんなに、あ、瓶落として、何やってんだよ、何やってんだよ。さすがにそれはまずいよ。でよ、おしよし、おしよし、よく出た、よく出た、えらい。ああ、よかった、何も起こんなかった。いいぞいいぞ。36分か。よし、これででもパイプが手に入ったから。お、え、あ、もう必要ないってことね。吸えるもの、パイプだよね、明らかに。はい。あ、これは、へへ、俺のだ、俺の。お前は何者か、牢屋の奥に消えていた。え、マジで、誰かが出てくる。え、なになにそれ。せっかく隠しておいたのに。何をだよ。ここ入れんの。入れないか。追いかけるしかないか。あれ、どこ行ったんだ。とりあえずセーブ。扉を、あ、開けられるんだ。ここの中じゃん、どう考えても。何これ、布にくるまれた何か。取ってみようよ。赤い靴か、なるほどね。血を流せ。やだよ、嫌に決まってんだろう。裁縫道具か。楽しいお菓子作り。どれも汚れて読めない。楽しいお菓子作りじゃないの。尻 X で隠されてるの。尻、つまり違うな、宿だ。病気の子供、ん、子を持つ親へ。ふんふんふん。薬物依存症。ああ、なんかあれだね、いろいろ不穏なことが書いてありそうだね。ついてんだよな。吐くぞ、吐くぞ、ここで。え、じゃあ、なになになにこれ。え、めっちゃ主張激しいんだけど。吐いた吐いた、あはは。何笑ってんねん、くそ。どうすればいいんだこれ。この赤い靴を、あ、待った、水で洗えばいいんじゃない。あー、やっぱあるよね、洗う。透明な色、やったぜ。うわ、赤い色になっちゃった、ごめんよ。死んだオタマジャクシ、あ、死んじゃったんだわ。やばいな、親子揃って殺してしまったのか。うわ、いやー、ずるい、それはずるいよ、そんなの。